皆さんこんばんは。シンガーソングライターの五島よし子と言います。今日は市民の一人として共産党を応援したくて来ました。皆さん、森友加計問題疑惑から安倍さん逃げまくってるじゃないですか。通常国会からも逃げる、都議選からも逃げる。記者会見でですね、あれほど丁寧に説明すると言っていたにもかかわらずですね、臨時国会からも逃げる、ついには逃げるために解散総選挙に打って出ましたよ。安倍一強政治、ここからさらに4年も長引かせていいですか。私は嫌です。もうこんな追いかけっこは終わりにしましょうよ。野党の国会での追及はどれも的を得てましたよね。疑惑の核心近づいてました。特に共産党の議員の方が質問に立った時、私たちが独自に入手した資料によりますとと言われますと、あの時あの場にいた人たちだけではなくて私たちもドキドキしたんじゃないんでしょうか。官僚の不誠実な答弁や与党の徹底したガードで、あの時は真実を知ることはできませんでしたが、共産党の議員の数がもっと増えて、あと10分、15分、質問の時間が長かったなら、私たちが知りたかったことを、その真実にたどり着けたんじゃないんでしょうか。安倍昭恵さん、加計耕太郎さんを国会へ呼ぶことができたんじゃないんでしょうか。先月の27日解散前日に民進党が希望の党に合流すると聞いたときは落ち込みました。でも共産党はですね、翌日にはこう言いました。この2年間の歩みは今後に必ず生きる。一時的な逆流によって共闘が後退したとしても、市民と野党の共闘にこそ未来があると。きっと95年間諦めてこなかったことがこう言わせるんだなと私は感動しました。多くの市民がこの言葉に励まされ、共闘は諦めないという機運が高まりました。私はこのことこそ希望と呼びたいです。今日立憲民主党の吉田恒彦さんもいらっしゃってます。頑張れ。政治家としての信念を曲げなかった、捨てなかった、市民の方を向いた吉田恒彦さんに愛知一区の野党共闘の希望は託されたんです。進化を始めた市民と野党の共闘で共に勝利を目指すことにワクワクしています。皆さん、何としても吉田恒彦さんに勝ってもらいましょうよ。共産党に躍進してもらいましょう。比例は共産党、比例は共産党と書きましょう。ありがとうございました。皆さん、日本共産党、今度の総選挙は市民と野党の共闘を進めるために全力で頑張ってまいります。愛知1区では、愛知1区、そして3区、5区では野党共闘が実現をいたしました。市民連合アット愛知と日本共産党愛知県委員会、この協定書を結びまして、そして愛知の日本共産党の小選挙区候補者すべてに市民連合からの推薦をいただきました。今日は応援で皆さん駆けつけていただいております。本当にありがとうございます。そして皆さん、今五島さんからもご紹介がありましたように、愛知1区の野党共同の候補、立憲民主党の吉田恒彦候補が今日は受け付けてくださいました。ご紹介いたします。
どうも皆様こんばんは。ご紹介いただきました立憲民主党愛知1区の吉田恒彦でございます。新委員長とこうやって横に並ばせていただくのは国会のエレベーター以来かな、そんなような感じがいたします。またマスコミの皆さんいらっしゃってますが、私自身がですね、希望から失望かに、そして絶望になったんではないですからね。あれは希望の党が、あまりにも希望という状態からかけ離れた失望の党、そして絶望の党になったと言ったので、私自身は希望に満ち溢れておりますから、どうぞご心配なく。まずもって皆様にはお礼を申し上げなければいけないと思います。私が立憲民主党その旗の下で戦うと言ったときにですね、いち早く社民党と、そして皆様共産党の皆様が候補を下ろしていただいた、もうここの護衛団には深く御礼を申し上げる次第であります。本当にありがとうございます。むしろ傾向となるも牛語となるなかれという言葉があります。私はこの今の安倍政権の横暴な政治、やはりこれを変えていくためにはあらゆる手段を使ってそれをやめさせる、そういった決意が本当に必要なんだと思います。消費増税どうですか、もうできる状況ないじゃないですか。皆さん、若者が自信と誇りを失っていますよ。皆さん、日本の若者が将来に夢と希望、明るい未来を描ける社会を作ろうではないですか。安保法制は憲法違反です。これは素早から早くやめさせなきゃいかなければいけないし、やはり原発の問題、これは国民の皆様の多くが心配をしている問題ですから、いち早くこれもやめていかなければいけない。そのために大きな護衛団を賜った共産党の皆様に私は今日御礼を申し上げたい、その一念で参りました。ありがとうございます。私はマスコミの前でも何度も申し上げておりますが、真ん真ん中の政治家です。中道の政治家だからこそ、右にも左にもウイングを広げて本当の国民の皆様の政治ができる政治家だと自分自身深くそう自認しております。皆様と本当の市民の思いを実現する政治を、その一翼を担わせていただけることは大変に光栄であると、私立憲民主党の吉田恒彦は考えております。皆様にいただいたその護衛団へのご恩、そして愛知1区の皆様の思いを国政に届けるために必ずや勝ち抜いてまいりますので、どうぞご支援ご指導たまりますよう、私立憲民主党吉田恒彦お願いをいたしまして、ご挨拶を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。名古屋市千種区名東区守山区の愛知2区から来ました酒井健太郎です。よろしくお願いします。昨日市民連合の方から推薦状代わりの大きなポスターいただきました。そして出発式では社民党の方からも激励文寄せていただいた。立憲民主党の候補者の方はいません、希望に行ってしまったから。そんなわけで愛知2区の野党統一候補、実質的な統一候補だとそう自負をして、この間駆け抜けてまいりました。憲法守り生かせ、そう願う愛知2区の皆さんの声全部集め切る、その決意で最後まで全力を挙げて頑張ってまいります。そして野党共闘、市民の皆さんとの共同を進める日本共産党の躍進、これも合わせて、これを達成してこそ私の勝利もあると、そう心して全力で頑張ってまいります。
どうか最後までよろしくお願いいたします。頑張ります。皆さんこんばんは。愛知4区から立候補いたしました西田敏子です。どうぞよろしくお願いします。私は10月7日の4区市民アクションの集会でそのアクションの皆さんから推薦をいただきました。そして社民党新社会党緑の党からもご支持をいただきました。ありがとうございます。文字通り市民と野党の共同の候補者としてこの選挙戦を戦っております。そして皆さん、核兵器禁止条約が国連で採択されてこの運動をずっと行ってこられたアイキャンの皆さんがノーベル平和賞を受賞されました。この平和賞は被爆者の皆さんやここにいらっしゃる多くの運動をされてこられた皆さんすべてに贈られた賞だと私は思います。そして核兵器禁止条約にサインをする政府を皆さんとご一緒に作っていくために全力で頑張ってまいります。よろしくお願いをいたします。こんばんは。愛知6区の田上光則です。消費税の 10% への増税は絶対に許しません。税金の使い方は暮らし最優先、労働者の皆さんの賃金を大幅に引き上げて経済の好循環を作り出すために全力を挙げてまいります。どうか皆さんよろしくお願いをいたします。愛知八区知多半島からやってきました。知多半島の皆さんよろしくお願いいたします。長友忠宏でございます。実は私が政治に目覚めたのは40年前、あの横浜市内にアメリカのファントムが墜落して痛いけな子どもたちが亡くなる、そして昨日沖縄でアメリカのヘリコプターが墜落する、もう二度とこんな我慢できない事態を繰り返してはならないということを改めて決意いたしました。安倍暴走政治もう我慢できない、皆さんと一緒に安倍暴走政治退場に追い込もうではありませんか。長友忠宏、全力を尽くして頑張ります。比例は共産党とお願いいたします。名古屋の西側愛知9区より立候補しました渡辺博です。ここ愛知9区でも市民の皆さんとともに立憲主義回復安保法制廃止を訴える候補者一人だけです。情勢は本当にはっきりしています。そして訴えれば訴えるだけ共感が広がる、支持が広がっていく、これを毎日実感しています。市民とともに政治を変えていく、そういう選挙にしたいと思います。最後まで全力で訴えてまいります。よろしくお願いいたします。頑張ります。愛知10区の板倉正文です。私の叔父は2人潜水艦に乗っていて帰らぬ人となりました。板倉家の墓には骨がないんです。今靖国神社にお参りする人は何て言ってるんでしょうか。再び戦争する国にしますと言ってるんです。皆さん、平和憲法を守って再び戦争する国など絶対に許さない、日本共産党と愛知10区では、私板倉正美が憲法を守る唯一の候補者であります。どうぞよろしくお願いいたします。愛知11区の本田信弘です。愛知11区の他の候補は安保法制
戦争法容認の自民党と希望の党です。胸を張って戦争法廃止と言えるのは愛知11区では日本共産党だけです。このこと大いに訴えていきます。愛知12区の私宮地総 西吉と地元の西吉と岡崎市から立候補します宮地勲でございます。どうかよろしくお願いします。私は23年間民主商工会で活動してきました。この間中小業者の皆さんが親会社の意向や国の貧弱な中小業者対策で翻弄されてきました。厳しい思いを一緒に味わってきました。中小業者を守るのは国の責任です。安倍政権を倒して中小業者が安心して営業ができるような社会を実現するために頑張ります。どうかよろしくお願いします。皆さんこんばんは。西三河愛知13区の下島良一でございます。私は農業を守って50年、農業委員は45年、日本の食料自給率 39% を 50% 以上にしていくため全力でこれからも頑張る決意であります。どうぞ日本共産党へよろしくお願いいたします。14区の金原信之です。豊川市の中端地にの予備役に勤めている友人がいました。その方は、私は家族を守るために自衛隊に入っているんだと言いました。決してアメリカの侵略戦争に加担するわけではありません。愛知14区はそして蒲郡三河湾から茶臼山までの大変広い地域です。この広い地域を私は駆け抜けて訴えていきます。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。愛知15区豊橋田原を担当している野沢康幸29歳です。よろしくお願いします。私はこの間青年の仲間と一緒に沖縄や福島を訪問し現場の声を聞いてきました。そして安倍政権がその現場の声と真逆のことを進めている、本当に困っているという声を聞いてきました。現場の声をきちんと届ける、そして現場の声を生かす国政を作っていきたいと思って頑張っていきたいと思っています。どうぞ皆さんのお力をよろしくお願いいたします。皆さん、続きまして日本共産党比例東海ブロックの候補を紹介します。名古屋国政地区委員長大野博光比例候補です。皆さんこんばんは。先ほど挨拶をされた吉田恒彦さん、私が1区から立候補予定しておりましたが立候補を取りやめまして野党統一候補として応援をしております。降りたからには勝ってもらわなきゃなりません。野党共闘の勝利、そして日本共産党の比例での躍進を必ず勝ち取るため全力を挙げて頑張る決意です。どうぞよろしくお願いします。この選挙が公示されたその日に国と東京電力を断罪する福島の地方裁判所の判決が出されました。あの津波は予測できた、その対策を取らなかった国と東京電力は責任を取りなさいという判決でした。この判決の精神が生きる政治をこの総選挙を通じて作り上げようじゃありませんか。私は1986年のチェルノブイリの原発事故、これを体験をし、もうこんな事故を日本で絶対起こしちゃいけない、そういう思いから愛知で原発問題愛知県連絡センターを結成する、そしてその初代の事務局長として、当時学生でしたが原発ゼロの運動を30年近くにわたって
進めてまいりました。今度の総選挙で原発ゼロの日本を作る、そして何よりも政治が今一番力入れなく福島の原発事故の後始末やることです。再稼働なんかやってる場合じゃありません。原発の技術者全部福島に集めてしっかりと後始末を行うこと、そのことを私を国会に送り出してやらせてください。比例代表の4番目です。私まで議席に届くように日本共産党と比例を広げていただいて、どうか国会に送ってください。どうぞよろしくお願いします。比例代表候補の中野武史です。どうぞよろしくお願い申し上げます。私は正社員中心の安定した雇用の実現、そして中小零細業者を含めた労働者の大幅な賃上げの実現のために全力を尽くしていきます。そのためにまず何よりも派遣労働は一時的臨時的なものに限定をする、派遣法の抜本改正により正社員中心の安定した雇用の実現に全力を挙げていきます。加えて中小零細業者を含めた抜本的な賃上げのために力を尽くしていきます。皆さん、アメリカやヨーロッパでは中小企業支援と一体に実際に賃上げを勝ち取っています。例えばアメリカでは5年間に8800億円の予算を使って最低賃金を大幅に引き上げを勝ち取っています。フランスでは3年間に2兆2000億円の予算を使って社会保険料の事業主の負担、これを軽くすることによって労働者の賃上げを勝ち取っているわけです。私たちは抜本的な賃上げを勝ち取っていくために、まず大企業と中小企業との間に下請け単価の保証など公正な取引ルールをしっかり作る、そして日本の賃上げ予算はわずか100億円しかありません。これ抜本的に引き上げて中小零細を含めた労働者の抜本的な賃上げを勝ち取っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。私は皆さん、人間らしく働けるこの社会を目指すことを原点に活動を続けています。と言いますのも、学校を卒業した後スーパーで働きまして、8時間労働だったのは研修期間の1週間だけです。店舗に配属されますと朝6時半に出社をしまして、夜は8時から9時までぶっ通して働きました。1ヶ月90時間の残業をしまして、ほとんど不払い残業で、この経験が元になっています。先日電通の裁判がありましたけれども、あんな皆さん、あんなことを二度と繰り返してはなりません。そのためには大企業の利益最優先というこの政治を根本から変える日本共産党の躍進がどうしても必要です。比例代表選挙、ぜひとも日本共産党お書きいただき、支持の輪を広げに広げ抜いていただきまして、東海ブロック現在2議席ですけれども、3議席以上さらに4議席へと大きく躍進をさせていただきますことをお願いいたしまして、中野武史の訴えとさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。前衆議院議員比例候補本村信子でございます。私は父が長崎で被爆をした被爆2世として、安倍政権の戦争する国づくりを
絶対に許すわけにはいきません。遺言のような憲法9条を壊させるわけには絶対にいきません。日本国憲法を守るその歴史的使命を果たすために、日本共産党と書いていただく方を増やしていただき、仲間を増やして国会で働かせてください。心からお願いを申し上げます。私は八田博子さんの国会秘書をしておりました。その時に一番悔しかったことは、小牧基地から C-130 輸送機がイラク現地に飛んでいって、武装したアメリカ兵をイラク現地でピストン輸送したことです。憲法9条がある日本がアメリカの戦争に加担をしました。どんなに悔しかったか知れません。しかしこの愛知の皆さんをはじめ市民の皆さんは決して諦めませんでした。裁判所に訴えて、これは憲法違反だと裁判で戦いました。その中で勝ち取ったのが名古屋高等裁判所の航空自衛隊小牧基地が行っ航空自衛隊が行ったイラクでの任務は憲法9条1項に違反するという判決でございます。こうした市民の皆さんが決して諦めずに憲法を守るために頑張って勝ち取ったこの判決さえ安倍政権は握りつぶそうとしております。そんなことを絶対に許すわけにはいきません。東京都議会議員選挙の時も、最初は現有議席だって難しいと言われました。しかし私たち皆さんに送っていただいた35人の日本共産党国会議員団挙げて、そして全国の皆さんと力を合わせて、日本共産党は躍進をさせていただきました。みんなの力で政治を変える、みんなの力で戦争する安倍政権の暴走を食い止めた、そう言える選挙にしていこうではありませんか。私も全身全霊をかけて頑張り抜くことをお誓いを申し上げ、この場での決意表明とさせていただきます。ご一緒に最後まで頑張り抜きましょう。愛知県名古屋の皆さん、こんばんは。こんばんは。ご紹介いただきました日本共産党の志位和夫でございます。今日はこんなにたくさんの皆さん、ちょっと電気で向こうの方にもぎっしりですね。本当にたくさんの皆さん、足を止め聞いてくださいまして、感激しております。ありがとうございます。皆さん、総選挙3日目になりました。今日新聞各紙が世論調査の議席予測の数を出しております。で、自民公明で安定多数だと書いておりますが、こんな議席を彼らに与えるわけには絶対に参りません。これ今なぜこういう数字が出てるかといいますとね、希望の党、この党が野党共闘を分断し壊した、この玉の利を一時的に自民党が得てるにすぎません。一時的ですよ、これ。これからが勝負です。これね、打ち破る力2つです。1つは市民と野党の共闘です。全区で野党勢力一本化した小選挙区249です。小選挙区の9割近い、
これ全部勝ちましたらね、関数取れちゃいますよ。この愛知県も15のうち10で野党勢力一本化でしょ。全部で勝とうじゃありませんか。それから皆さんもう一つは比例で共産党を躍進させていただくことです。政党を選ぶ比例代表選挙ではどうか日本共産党と書いていただく方、広げに広げていただきたい。これが一番安倍政権にはつらい一票になります。国民には一番いい一票になります。どうか皆さん広げに広げていただきまして、本村さん、島津さん引き続き頑張っていただきますとともに、中野さん、大野さんまでいくつ増やしても結構ですので、どうかよろしくお願いいたします。さて皆さん、今度の総選挙最大の焦点は何でしょうか。公示の日の夜に NHK の党首インタビューがありまして、 C さん、今度の選挙なんか名前つけてくださいって言うんですよ。それで私ね、さようなら安倍政治選挙こうつけたんですが、いかがでしょう。さよなら、さよなら、もうさよならしたい。皆さん、今度の選挙は安倍自公政権の総決算の選挙です。やってきたことどうでしょう。こんなにも憲法をないがしろにしてきた政権はかつてないんじゃないでしょうか。安保法制、秘密法、共謀罪、どれもこれもが憲法違反の法律を数の暴力で通してきました。権力が憲法を暴走無視して暴走を始めているならば、国民がこの暴走を止めようじゃありませんか。憲法違反の3つの法律は揃って廃止して、日本に憲法を守るまともな政治を取り戻そうじゃありませんか。それから皆さん、こんなにも国民の声に耳を傾けない、民意を踏みつけにして恥じない政権はかつてないんじゃないでしょうか。あらゆる問題そうですけどもね、最悪の現れは沖縄に対する強権だと思います。沖縄県民の皆さんが何度も何度も選挙で辺野古の新基地は反対ですと声を上げても耳を貸そうとしない、強権に次ぐ強権で新基地をご利用しようとしております。昨日は米軍のヘリが東村高井に墜落した。もう基地とは共存できません。皆さん、こんな基地の重圧を押し付けるということが民主主義の国家で許されていいでしょうか。沖縄の問題、皆さん、日本国民みんなの問題ですね。沖縄県民の戦いに連帯して、基地のない平和な沖縄、審判下そうじゃございませんか。そして皆さん、暴走の極めつきが森友加計疑惑です。首相夫妻のお友達だったら8億円の値引きをしていいのか、獣医学部の新設で特別の計らいをやっていいのか、こんなことは許されたら日本は法治国家でなくなってしまいます。この間私、党首討論やってまいりました。TBS テレビ朝日と連続して最後に焦点になったのは盛りかけ問題です。安倍さんがいろいろ言い訳するんでね、私安倍さんに言ったんです。あなたいろいろ言い訳するけれども、いくらあなたが言い訳したって国民の疑念は晴れない。なぜなら二人のキーパーソン出さないじゃないですか。安倍昭恵さんと加計幸太郎さん出さないじゃないですか。出さないといてあなたが代わりに言ったって誰も信用しない。やましいところがないんだったら出したらどうですか。こう私言ったんですが、むにゃむにゃ言って出そうとしない。だったら皆さん、新しい国会で真相の徹底究明やろうじゃありませんか。皆さん、憲法を壊し、民意を踏みつけにし、そして国政を私物化する、これ以上のひどい政権はない。安倍首相は今度の解散を国難突破解散と言いましたよ。私は言いたい、安倍晋三さんが
総理大臣に座っていることこそ日本にとっての最大の国難ではないでしょうか。皆さん、野党共闘を勝利させて日本共産党を比例で大躍進させていただいて、さよなら安倍政権、そして新しい日本の政治を作る選挙にしていこうじゃありませんか。よろしくお願いいたします。さて皆さん、安倍政権にさよならした後でどういう日本を作るのか、それが肝心ですね。共産党は5つの提案をしたいと思います。第一に、皆さん、どんな問題も軍事じゃなくて平和外交の力で解決する、そういう日本をご一緒に作ろうではありませんか。北朝鮮の核ミサイル開発はもとより断じて容認できません。ただ同時に皆さん、私訴えたいのは、破滅をもたらす戦争だけは絶対に起こしてはならないということでございます。今の一番の危険、どこにあるでしょうか。それは米朝が軍事的緊張が高まる下で、当事者たちの意図にも反して偶発的な事態や誤算から軍事衝突が起こることです。ひとたび衝突が起こったらコントロールできないで戦争になる危険があります。そしてその戦争というのは、恐ろしいことに核戦争です。こんな事態はどんなことがあっても食い止めなければなりません。私たち共産党は8月12日に声明を発表しまして、危機打開のために米朝は直接対話に踏み出すべきだと提唱し、私各国大使館を歩いてその働きかけをやってまいりました。こういう外交努力こそ今必要じゃないですか。皆さん、経済制裁の強化は必要です。しかしそれだけでは問題は解決しません。制裁強化と一体に対話による平和的解決に知恵と力を尽くすべきであり、救助を持つ日本の政府こそそのイニシアチブを取ることを私は強く求めたいと思います。皆さん、これがやるべきことなのに、安倍首相はやってることといえば日米同盟が大事だ、安保法制が大事だと言って軍事の話ばっかりですね。海上自衛隊の艦船が安保法制発動して自衛隊米軍の船に燃料を補給したり、武器を使って防護したりしておりました。それも国民に知らないところで始めて後になって分かってきた。これとっても危ないことですよ皆さん。なぜならアメリカはトランプ政権すべての選択肢がテーブルの上にあると言ってる。この選択肢には軍事的選択肢も入ってるんです。アメリカが仮に軍事的選択肢、すなわち先制攻撃の戦争を始めたとします、示すと、一緒になって行動している自衛隊はそれこそ自動的に参戦することになってしまいますね。皆さん、国民の知らないところで日本が戦争の当事国になり、結果として日本全土が戦火に襲われる危険がある。こんな恐ろしい道は絶対に止めなければなりません。皆さん、北朝鮮問題との関係でも憲法違反の安保法制戦争法は直ちに廃止せよ、この声を上げようじゃございませんか。さて第2に私訴えたいのは経済の問題です。たった 1% の富裕層や大企業のための政治でなくて 99% の国民のための政治、これをご一緒に作っていこうじゃありませんか。皆さん、アベノミクスが始まって5年経ちました。この間党首討論やりますと、安倍さんはいろんな数字言うでしょ、それでうまくいってるうまくいってると自慢をします。しかし皆さん、アベノミクスのおかげで暮らしが良くなって助かったなと思ってらっしゃる方おりますでしょうか。ブーイングが飛んできますが、
いませんね。私ね、安倍さんにこの前の党首討論で言ったんです。あなたいろいろ数字言うけど一番大事な数字2つ言ってない。1つは働く人の実質賃金が10万円減ってる。もう1つは家計消費が1世帯あたり22万円減ってます。つまり賃金と消費という経済の一番大事なところが細ってしまっているのがアベノミクスの結果じゃありませんか。その一方で大企業は空前の儲けを上げ400兆円もの内部留保を積み上げています。大金持ちはこれフォーブスの著、フォーブスというアメリカの雑誌の調査ですが、日本の大金持ち40人株で大儲けをしまして資産が2倍になっている。皆さん、結局アベノミクスがもたらしたのは強いものをますます強くするけれども庶民の暮らしは一向に良くならない格差拡大だけだったのではないでしょうか。皆さん、これはもうこの政策を終わりにして格差と貧困をたらすまともな経済改革をやっていく必要があります。日本共産党は4つの提案をしたいと思います。第1は皆さん、税金の改革です。この消費給与の下で、また大企業への減税ばらまきやりながら消費税 10% なんてとんでもない、 10% は中止せよの声を上げようではありませんか。じゃあ財源どうするのか、これが争点になりました。共産党は消費税に頼らない別の道で暮らしを支える財源政策を具体的に提案しております。例えばね、皆さん、株取引にかかる税金ってうんと軽いんですよ。ですからね、所得1億円超えますと逆に税金の負担率がどんどん下がっちゃう。富裕層優遇税制があるんです。これ垂らしますとね、1兆円出てまいります。それから皆さん、トヨタなど大企業にしか使えない研究開発減税など大企業優遇税制があります。そのために法人税の実質負担率、中小企業は 19%、 大企業は 12%、 もっと大きな連結決算の企業は 5%。 これは誰が見たって不公平でしょ。この不公平税制を垂らしますと4兆円出てきます。 1+4 で5、 5兆円出てくる。消費税 2% 分出てくるじゃないですか。こっちの道行こうじゃないですか。皆さん、増税するんだったらアベノミクスで大儲けを上げている富裕層と大企業に応分の負担を求める本物の税制改革を実行させようじゃありませんか。第2は皆さん、予算の改革です。安倍さんは増税分の使い道変えると言い出した。全世代型の社会保障を作る、そんなことを言ってます。しかしね、全世代型って言うんだったら私言いたいことがある。それはね、安倍政権の下で5年間社会保障の予算の自然増を1兆4600円削りに削ってきたんです。そのために医療費は上がる、介護保険の利用料は上がる、生活保護は切り捨てられる、すべての世代に対して社会保障をボロボロにしてしまったのが安倍政権じゃないですか。皆さん、全世代型って言うんだったら社会保障の予算そのものの削減から拡充に転換すべきじゃないでしょうか。国民の皆さんの大事な税金は社会保障、教育、子育て、若者、格差と貧困にの是正に役立つところに手厚く使わせようじゃございませんか。第3の改革は本物の働き方改革です。電通で働いていた若い女性の過労自殺が大問題になりました。社長は謝罪しました。しかしお母さんは娘は二度と帰ってこないとコメントされました。もうああいうことを繰り返す日本ではあってはなりません。皆さん、残業代ゼロ法案はきっぱり
断念させて長時間労働を法律で厳しく規制して、そして過労死をこの日本から根絶しようじゃありませんか。非正規社員から正社員への流れを作り、中小企業の皆さんへの手当をしっかりやって、最低賃金を1500円まで引き上げまして、そして8時間働けば普通に暮らせる社会をご一緒に作ろうではございませんか。第4話、皆さん、地域経済の再生です。地域経済支えているのは中小企業です。ロケットだって新幹線だってあらゆる部品は中小企業が作ってる。この中小企業が痛めつけられていては日本経済まともになりません。共産党は1兆円の予算をつけましてしっかり支援をしてまいります。そして農業、農産物の価格交渉、所得交渉をしっかりやって安心して続けられる農業を作り、 38% まで落ち込んでしまった食料自給率をまともな水準に上げていこうじゃございませんか。皆さん、この4つの改革いかがです。いいでしょう。これね、どれも国民の皆さんの当然の願いだと私は思うんですが、やろうと思いますとね、抵抗勢力がいるんですよ。財界が抵抗します。ですからね、財界に正面からものの言える党が必要です。共産党が必要です。共産党党を作って95年財界献金ビタ一文受け取っておりません。相手も出す気がしない。皆さん、この党を伸ばすことこそ暮らしを守る一番の力になるんじゃないでしょうか。よろしくお願いいたします。第3に訴えたいのは、原発ゼロの日本を作ろう、再生可能エネルギー先進国を作ろう、このことを訴えたいと思います。皆さん、どんな世論調査を見ましてもね、再稼働反対が5割から6割でしょ。なぜでしょうか。それは私たち日本国民が福島を体験したからです。あの事故から6年半になりますが、今なお6万8000人もの福島県民の方々がふるさとを追われて避難生活を余儀なくされておられます。家もある、土地もある、ぼうぼうになってしまったけれども畑もある、それなのに帰れない、6年半も帰れない、こんな事故が他にあるでしょうか。原発事故しかないじゃないですか。その現実を見て、もう原発は動かせない、これがみんなの気持ちじゃないでしょうか。再稼働反対はもう日本国民の国民的合意と言ってよいのではないでしょうか。それなのに安倍政権は新規制基準に適合した原発はどんどん動かすと言って、東電の柏崎刈羽原発まで動かそうとしております。世界で一番厳しい規制基準と言ってますがね、全く嘘ですよ。例えばヨーロッパではコアキャッチャーと言いまして、原子炉がメルトダウンした場合でもそれを受け止める装置がないと原発動かせないんです。アメリカでは避難計画がないと原発動かせない。日本じゃそれなくても動かせる仕掛けになってるじゃありませんか。こんな新しい安全神話で再稼働を進めるなどということは絶対に認めるわけにはまいりません。皆さん、原発問題大争点になってきましたが、その最大の試金石はね、再稼働を認めるかどうかですよ。再稼働を認めたらやっぱり原発ずっと続けることになってしまいます。皆さん、全部の原発再稼働をやめる、動かしているものも止める、止めたまま廃炉にする、そして原発ゼロの日本作ろうじゃありませんか。どうか皆さん、その願いをですね、官邸前でも名古屋でも全区でも、市民運動の皆さんと一緒に再稼働反対で一緒に声を上げ頑張ってきた日本共産党に託してください。よろしくお願いいたします。さて、第4の大問題は憲法です。
安倍首相は9条1項2項を残しつつ自衛隊を書き込むんだと言っております。昨日も党首討論やりました。一昨日もやりました。そうしますと、いやいや書くだけです、別に変わりはないんです、だったら書かなきゃいいと思うけど、そう言って言い訳言うんですけども、書くだけにはならないんですよ。皆さん、法律の世界では後から作った法律は前の法律に優越する、これは一般原則と言われております。ですからね、仮に9条2項陸海空軍その他戦力はこれを保持しない、これを残したとしても後から作った法律で憲法の中に自衛隊と書いてしまったら、この2項が空分か私分化する、後から書いた自衛隊の方が優先して2項を踏み潰してしまうことになります。しかし皆さん、憲法9条をたらしめている9条の命は2項じゃないですか。皆さん、2項があるからこそ戦後自衛隊はこれまでのところ一人の外国人も殺していません。一人の戦死者も出していない。海外派兵をやめさせる壁になって頑張ってきたのが2項なんです。この2項を取ってしまう、あるいは空分化してしまう、私分化してしまう、こういうことになりましたら海外での武力の行使が無制限になってしまいます。こんな恐ろしい道は断固ストップの審判を下そうじゃありませんか。皆さん、平和憲法を守ろう、平和憲法を生かした日本を作ろう。どうか皆さんのこの願いは、党を作って95年、戦前戦後苦しい時代もありましたが、一筋に反戦平和を貫いてきた日本共産党にどうか託してください。よろしくお願いいたします。さて、第5に訴えたいのは、核兵器禁止条約にサインする政府をご一緒に作ろうということでございます。核兵器廃絶キャンペーン ICANがノーベル平和賞を受賞しました。昨日、私 ICANの川崎さん訪問を受けまして、ぜひこの問題を総選挙でも訴えてほしいと要請を受けまして、ちゃんと訴えてますというお話しまして、野党全体で訴えてほしいと要請を受けまして、野党3党の共通政策にするように頑張っていきたいというお話をしたところでございます。皆さん、この ICANのね、ノーベル平和賞というのは、核兵器禁止条約のために命がけで頑張ってこられた広島長崎の被爆者をはじめとする全世界の市民運動に対する高い評価を与えたものとして、私は心からの歓迎と祝福の気持ちを述べたいと思います。素晴らしいですね。こういう素晴らしい変化が世界で起こっているときに、唯一の戦争被爆国日本の政府がこの流れに背を向けている、恥ずかしいじゃないですか。私も国連会議に3月と7月ニューヨーク2度行ってまいりました。その場でたくさんの批判が日本政府に対して出されました。特に被爆者の批判は強かった。ある被爆者の方は心が裂ける思いだ、こう述べました。ある方は母国に裏切られた、こう述べました。私は国連で共産党を代表しまして公式に演説いたしました。その演説の中で、この議場に日本政府がいないことは大変残念だけれども、被爆者をはじめとする日本国民の大多数はこの国連会議を強く支持していますということを表明したということをご報告しておきたいと思います。私ね、この国連会議に出まして、ある日の議事が終わって皆さんいなくなって、私たち残ってたんです。そうしますとね、後ろの方から見ますと、空席だった日本政府の席に何か大きいものが置いてある。何だろうと思ってそばまで行ってみますと、大きな折り鶴なんです。 NGO の方が作った後で分かったんですが、折り鶴、その折り鶴には、あなたにここにいてほしい、あなたにここにいてほしい、こう書かれておりました。
あなたは日本政府でしょ、被爆国の政府でしょ、それなのになんでここに座っていないの。あなたにこそここにいてほしい、これが世界の声だということを報告しておきたいと思うんですね。皆さん、私は日本政府に核兵器禁止条約にサインすることを強く求めます。そして皆さん、サインしないって言うんだったら政府を取り替えようじゃないですか。サインする政府を国民の手で作ろうじゃありませんか。日本共産党先頭に立って頑張ります。どうかよろしくお願いいたします。皆さん、安倍政治さよならと5つの提案いかがでしょう。こういう方向に持っていきたいですね。これをやる力はどこにあるか、やっぱり市民と野党の共闘です。でこの点で皆さん、今度の選挙どういう構図になっているかと言いますとね、よく三極対決というふうにメディアは書くけど違いますよ。これ三極といったって自民党と希望の党、違いが見えないじゃないですか。見えませんよね。党首討論やりますといつもね、私のこの隣に小池さんが座ってる。小池さんといっても小池晃さんじゃないですよ、小池百合子さん、小池代表が座ってる。で小池さんに聞いたんですよ。希望の党の公約拝見すると安保条約、いやいや安保法制容認、9条を含む憲法改正、原発ゼロというけど再稼働は容認。そうなると自民党とどこが違うんですか。違いがないじゃないですか。そこにいる安倍さんも確か理念は同じと言ってる。違いがどこにあるんですかと聞いたんです。そうしますと小池代表、あんまり違いがありません。受動喫煙の問題が違いますと、こんな話でした。違いがないんですよ。皆さん、この党が自民党の補完勢力であることはもうすっかり明らかになったのではないでしょうか。ですからね、今度の選挙は3極じゃなくて2極対決なんです。自民党とその補完勢力 VS 市民と野党の共闘、これが本当の姿じゃないでしょうか。皆さん、ぜひね、共闘を成功させるために頑張りたいと思います。共産党は市民と野党の共闘にこの2年間取り組んでまいりましたけれども、もう実績が次々上がってきたことはもう体験済みです。この威力は証明済みです。去年の参議院選挙では全区32の1人区のすべてで野党統一候補を実現して11で勝利したじゃありませんか。その直後の新潟の県知事選挙では勝ったじゃありませんか。仙台でも勝ったじゃありませんか。市民と野党が力を一つに合わせれば安倍政権を倒すことができるというのは証明された現実ではないでしょうか。今度の総選挙ではこの流れを第2ステージに発展させていきたい。先ほど言ったように全国249で野党勢力一本化しております。戦いの中で協力連携が強まっておりますが、ぜひ大きな成果を上げて安倍政権をノックアウトしようじゃありませんか。そして皆さん、この流れを発展させる上でも日本共産党をどうか躍進させてください。今度の一連の出来事の中でぶれない政党は共産党だ、共闘の大義を貫く党は共産党だ、こういう評価が寄せられております。民進党の希望の党への合流、背信行為ですね。非常に厳しい状況が一時起こりましたが、その時も私たちは共闘を諦めませんでした。こういう状況の下でも勇気を持って共闘を進めようという方々とは連携を貫くという立場を表明し、実際そういう方向に今進んでるじゃありませんか。皆さん、共闘を進める上でも日本共産党が躍進することがどうしても必要であります。3年前の総選挙で21になりました。躍進させていただいたこの力があったからこそ、私たちは野党共闘の道に踏み出すことができました。
この力がなかったら今の共闘はできていないと思います。共産党をもっともっと伸ばすことこそ今の自民と野党の共闘をさらに発展させる一番の力になるんじゃないでしょうか。日本の政治を良くする一番の力になるんじゃないでしょうか。皆さん、今日私5つの転換をお話ししました。外交、経済、そして原発、憲法、核兵器、どの問題でも日本の進むべき道をしっかり示している日本共産党、どうかこの日本共産党を比例代表でうんと伸ばしてください。もう比例は共産、比例は共産、この声を広げに広げていただきましてね、比例代表での大躍進を勝ち取らせていただきますことを最後に重ねてお願い申し上げまして、私の訴えとさせていただきます。私も残る期間全力を挙げて全国駆け歩いて頑張りますので、どうかお力添えよろしくお願いいたします。ありがとうございました。頑張ります。日本共産党の志位和夫委員長でした。皆さん、戦争か平和か、憲法9条を守るかどうか、暮らしと景気を破壊する消費税 10% を許すかどうか、これがかかった大切な今回の総選挙です。市民と野党の共闘の勝利、日本共産党の躍進で安倍政権を退場に追い込み、政治を私たち国民の手に取り戻そうではございませんか。皆さん、どうか比例は日本共産党、共産党とお書きくださる方を広げに広げてください。頑張ります。総選挙区は野党統一と日本共産党の候補者へのご支援、広げに広げてください。愛知と日本を動かす大きなご支持、ご支援、ご奮闘をお願いいたしまして、本日の街頭演説会を閉じさせていただきます。お聞きくださいまして本当にありがとうございました。演説会にご参加の皆さん、高江ご周辺の皆さん、長時間にわたりまして志位和夫委員長の気迫の訴え、お聞きくださいましてありがとうございました。